今日はちょっとね、 YouTube らしいことを久々にやってみようかなと思うんですけど、これです。ペヤング焼きそばアップルパイ。私ね、なんかみんな知ってるのね。私ね、あのこれ実はお客さんにね、これ食べてよって YouTube でっていうにいただいたんですけど、撮影用にってここ置いといたらみんな知ってるのね、これね。その後ね、ちょっとあんまり色眼鏡をかけたくなかったんで、あの情報をわざとも見なかったし、人にもあんま聞いてないんですよ。だからこれがどんな味するのか、さっぱりわかんない。まあ最近ほらペヤングね、面白いものいっぱい出してきてるじゃないですか。まあいい商法だと思うんですけど、まあ今回なんてね、これもわかりやすいですよ。これリンゴマークですけどね、これアッポーですよ、アッポー。これ意識し、まあ多少なりともね、意識、まあそのギリギリ許される範囲で、なんか、マックのね、アップル。をこれね意識しているところがまた面白いなと。しかもこれ背景宇宙ですからね。宇宙ですから、これ宇宙の中にリンゴですから、これ意味不明ですよね。まあじゃあちょっとね、これ食べていきますよ。これ一応私この後に話す動画のはもう現段階では一応ネタ用意してあるんですけど、これ時間かかったらやめます。もうそれだけの動画にしちゃいます、ごめんなさい。まあ私なんかね、典型的なそもそもアップル信者ですから。MacBook でしょ、当然ね。iPad、iPad、iPad でしょ。で、Apple Watch、iPhone ですから。まあそこまでのね、私ですから、まずこれを受け入れるというのは大事ですね。この気分的にね。いや、面白いの出してくるね。これ、この後とかその後のネタまで多分ペヤング考えてますよね。イラストはイメージですって書いてあるけど。宇宙にリンゴはイメージだから。ちょっとね、お湯はもう沸かしてあるんで、お湯入れますよ、ここに。ははなるほど。これも色がね、ソースじゃないからね。これね。そしてこれあれでしょ、この火薬は。全部乾燥リンゴが入ってるわ。これ入れるんでしょ、どうせね。よし、入れるわ。よし、じゃあ3分を。1、2、3、これでいいんですよ。3分でよかったよね。3分って書いてあるよね。3分だね。これも一応温めといた方がいいのかな。ほら、マックのホットアップルパイってすっごい大好きなんで。これは焼きそばだけどね。ああいう味を期待できたら美味しいし、私アップルパイほんと好きなんで、まあ、これ多分ね、私いけると思う。で、そもそもですよ、私という人間は、まあ、マジですけど好き嫌いがほぼない、ない、てかないですね。食べれないものは、その、ゲテモノとかね。なんかこう、イナゴとか食えって言われると、まあ、イナゴはゲテモノじゃないよ。長野の方にとっての貴重なタンパク源ですからね。だけど、ちょっとやっぱこうね、食べれなかったりね、するけど、例えばね、まあ、美味しい、味覚的なもの行くと、ね、例えば、じゃあ、どっか食堂があってね、そこで、じゃあ、中華そばを食べたと。で、それが、なんか、一般的に想像できる中華そばの味を仮にかなり劣っていたとするじゃないですか。劣っていたら、その一般的な味と比べて、あんまり好きじゃないなとか、ちょっと美味しい、あんま美味しくないねっていう状況あっても、じゃあそれ単品で見た時に、じゃあ食えるか食えないかって言うと、私全然食えるんですよね。基本的に本当好き嫌いなくて、あとなんか食べれないもんあったかな。まあ、なので、まあ、極端に辛いもの、まあ辛い。私なんかも、もうデスソース毎日1本飲んでるぐらいだから辛さは全然強いんだけど、だけどまあまあ、あまりにも特殊なものじゃない限り、加えないってことはないし、どんなものでもそれなりに美味しく食べれるんで、きっとこれもね、美味しく食べれますよ。あと30秒。これ皆さんあれですか、結構きっちり待つタイプですか。私スーパー適当な若い時、今でこそあれだけど、若い時はもうね、蓋全開にして、まあ、焼きそばじゃなくてカップヌードルとかね、蓋全開にしてお湯入れたらもう食べ始めましたから、口に入りゃ一緒でしょみたいな感じでね、若い時ですよ、本当に。この辺はかなり大雑把適当で、何分っていうのはもう時計見ずに、適当にやるタイプですね。ああ、終わった終わった。よしよし。一応動画なんでちゃんとやってますよ。よし。よし。お湯切ってきました。あ、お箸がいるね。おなんかすでにちょっとリンゴの甘い匂いが、これがめっちゃ甘い匂いするわめっちゃ甘いアップルパイの匂いするわ、これ
驚きだわ本当に。見た目焼きそばだからね。いやいやいや、でもね、言うてもね、うん、いけるよ。よし、ではペヤングアップルパイ頂戴したいと思います。まあまあ美味しいでしょう、大抵のも私美味しいからね。ないわ。ないこれ。ないわこれ。なんていうのこれね、微妙にやっぱ塩分が入ってるのね。匂いがめっちゃアップルパイなの。結構そのアップルパイ好きな人にはたまらないいい匂いするんだけど、口に入れると微妙に塩分も入ってるのね。うん、この食感に対して食感に対してこの味っていうのは想像できなくて、そのね、食感と味とこう脳内の整理がつかないのね。本当、なんて言ったらいいの。口で感じる食感と味は、ね、脳処理がね追いつかないの。本当、結構どんなもんでも食えるから、まずくて残すっていうことはもうほぼないんです、外食行ったりするとね。これね、これね、朝10時頃から YouTube 撮影して今ね1時なんだけども、結構空腹だったんで、相当空腹にして食べようと思って今1時だからね、でこの空腹で食べたんだけど、またこのご丁寧にねバターの風味が入ってるのよ。これなけりゃいいのに、塩分とか。うまいまずいというか、例えばこういう食べ物があったとする、あったらまあ多分ウエソとか超空腹だったら食べると思うけど、ペヤングの焼きそばってこう書いてあること自体がね、な言うなればなんだ、カレーライスを食べたら何アンマンの味がするみたいな、なんて言ったらいいの。うん、もうね、うん、このくらいじゃないといけない。うん、なんか普通に食べれる、美味しいっていうことになったら、でもこの商品価値ないからね。これ食べれる人と食べれない人との意見が分かれることによってのこいつの商品価値が生まれるから、ペヤングはこれはそういう狙い的には正解だと思うね。うん、リンゴの乾燥リンゴあったでしょ、あれが今下の方に固まった隅っこにね、それを食べたわ今。もうあとちょっとなんだけど。昔エンド食べたでしょ、焼きそばのエンド、あエンドとどっちを食えって言われた、毎日どっちかしか食っちゃいけないって言われたら、これだろうねやっぱりね。やっぱこっちだろうね、辛くはないから。食べてて、あんまもうどうかな、美味しかった、うん、美味しい、みんなも食べるといいかね。食べて食べて、食べた方がいいですよこれは。すごく美味しいから。最後コーヒーでも飲むわ。というわけで、かなりいい時間経ったので、今日はこの動画出させていただきます。皆さんぜひペヤングアップルパイ楽しんでみてください。それではまた。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。